お疲れ様です。熊さん紹介所属鮭部いくらロコ収集課責任者兼雑務兼現場マネージャーで伝説アルバイターのアルレルロです。本日もサモラやっていきましょう。今回はスクイクリンの解説をしていきます。武器の解説をした後に実際のバイトで立ち回り解説もやっていきます。立ち回りは武器編成によっても変わってくるのでそこも丁寧に解説していきます。初心者の方にも分かりやすく解説していくので安心してご覧ください。大事なことをお話ししていくのでブックマーク代わりの高評価もぜひお願いします。あと解説の前に少しだけ自慢させてください。冒頭で映像を流しましたがなんとビッグランで上位 5% に入ることができました。めっちゃ嬉しいです。ビッグラン自体も配信でね野良観察としながらあと動画も作ってもうめちゃくちゃね楽しむことができてもう大満足です。またね次のビッグランもめちゃくちゃ楽しみに待っています。はい、自慢話失礼しました。皆さんはビッグラン楽しめたでしょうか？コメント欄で教えてください。それでは話を戻してまず武器解説やっていきます。今回の編成で一番重要なスクイクリンの武器解説をしていきます。それではスクイクリン解説していきます。今回もね早口にならないように注意しながらお話ししていきます。でスクイクリンなんですが、チャージャーで唯一ね空中でもチャージ時間が遅くなりません。こっち地上だと素早く、どのチャージャーも、素早くチャージできるとは思うんですがスクイクリンはジャンプしていてもチャージ時間が落ちません。リッターだったりスプラチャージャーでこうチャージしてる時にジャンプするとチャージがね遅くなるの分かるんですがスクイクリンはねそういうのないですね。あとジャンプだけではなく落ちる時もそうですね。落ちる時も本来のスプラチャージャーだったりリッターであればチャージしながら落ちると、チャージ時間ね、結構かかってしまうんですがスクイックリンは関係なくチャージしながら落ちてもこう素早くチャージできると。これをねぜひ活かして立ち回ってみてください。機動力とねチャージ時間が短いのを活かして立ち回るのが大事です。で今のジャンプしながら、ジャンプしながらチャージできるっていうのを活かせばこう濡れてないところこうジャンプして下がりながらチャージしてすぐ撃つジャンプして移動しながら、チャージして撃つ、こんなこともねしながら結構ねあの下がったり前に出ながら撃ったりすることできるので、はい、これね大事です。使いこなして立ち回ってください。でダメージはフルチャージで300ダメージとなっております。爆弾ね一発で倒せますね。焦らずに一発しっかりと狙って撃ち落とすようにしてください。まあ、リッターやスプチャと同じでフルチャージすると貫通するのでザコシャケたちなどの複数アイテムを倒しやすいです。今ね、あのシャケがいて、後ろに小さいシャケたちが2人いると。こうですね、一気に300ダメージたくさん当てられるので、はい。こうやってたくさんのね、シャケを巻き込みながら、ザコシャケ処理できると良いと思います。チャージなしだと一発50ダメージとなっております。で、射程はフルチャージは、試し撃ち上のライン 3.8 本分ぐらいになっております。ここね、だいたい4本なんですけど、ここで撃つとギリ届かないと。ちょっとね、前出て 3.8 本分ぐらいなると、こんな感じで当たりますね。で、チャージなしだと 2.2 本分ぐらいですね。まあ、ここだと届かずに、ちょっと前出ると、まあ、ここで届くと。まあ、少しね、チャージすれば、この辺りでも届くと思うので、うまいことチャージして、距離感ね、掴んで攻撃してください。リタやスプラチャージャーと比べると、まあ、射程は短いんですが、機動力が高く、チャージ時間もね、短いので、そこをね、活かして立ち回っていきましょう。塗りもあるのでダイバーもねパシュパシュで塗れます。チャージキープもあるので忘れずに使える場面ではしっかりと使っていきましょう。あとは立ち回りで何を意識して立ち回れば良いか解説していきます。クリア率ね上げたい方はここからのお話が大事なので、最後までねぜひ聞いていってください。それでは武器編成全体の解説をやっていきます。今回の編成は若葉シューター、バケットスロッシャー、バリアブルローラー、スクイクリンです。総合的な武器編成の評価は30点ぐらいだと思っています。全体的に射程も機動力も火力も足りない印象です。機動力があるのが若葉シューターのみで、あとバケットスロッシャーやバリアブルローラーは大物鮭を一人で倒すのには火力が少し足りないことが多いです。難しい武器編成なので失敗しても落ち込みすぎずに、まあ、切り替えてやっていきましょう。次に今回の武器の特徴を解説していきます。スクイックリンは
機動力と火力があります。素早くチャージができて高火力を連発できます。今回の編成のエースです。大物鮭をどんどん処理していきましょう。若葉シューターは塗りと連射力と機動力が高いです。ダイバーを塗ったりタワーを倒したり雑魚鮭を処理したり、今回の編成ではかなり忙しいです。周りを見ながら立ち回りましょう。バケットスロッシャーは雑魚鮭処理が得意です。上からインクをかぶせるように攻撃すると複数の敵にダメージを与えられます。柱も倒しやすいので落ち着いて狙いましょう。インク消費が大きいので注意して立ち回ってください。雑魚鮭処理と納品を意識していきましょう。バリアブルローラーも雑魚鮭処理が得意です。バケットスロッシャーと同じくインクを上からかぶせるように攻撃しましょう。雑魚鮭も引いて倒せるのでうまく使ってください。縦振りで最大300ダメージ出せるので試し打ち状のライン2本分ぐらいであれば爆弾も一振りで倒せます。それでは今回の立ち回りの課題を解説していきます。課題1、タワー処理です。タワーは基本若葉シューターが倒しましょう。他の武器は機動力が少なくタワーまで行けなかったり、タワーを倒すのにも、連射力がないので時間がかかってしまいます。若葉シューターがタワー処理する意識を持っていきましょう。若葉が倒しに行けなそうな時はスペシャルを使ってでも倒してください。タワーを放置すると全滅してしまうことがあるので注意してください。それでは次ですね、課題2、柱処理です。柱は基本バケットスロッシャーが倒しましょう。柱を登らずに素早く倒すことができます。ただバケットスロッシャーが苦手な人は柱をうまく倒せなかったりするので、そういう時は若葉シューターやバリアブルローラーが柱を登って倒してあげましょう。そして次ですね、課題3、雑魚鮭処理です。雑魚鮭は基本バリアブルローラーとバケットスロッシャーが倒しましょう。スクイックリンは火力があって大物鮭を倒しやすく忙しいので、雑魚鮭をねあまり処理させないように、味方がね周りが雑魚鮭処理してあげてください。若葉シューターはタワーを倒したり、塗り広げたりなど、とにかく、やることが多くて忙しいです。バリアブルローラーとバケットスロッシャーが雑魚鮭処理と納品意識を持つとクリア率上げられますので頑張ってください。このあたりの課題がかなり大事です。味方がね役割を理解できていないこともあらかじめ想定しながら立ち回っていきましょう。あとは実際のバイトで解説していきます。それではどうぞ。それではやっていきましょう。最初の僕の武器がスクリックリンですね。スクイックリンです。はい、ちょっと言えてなかったんですけどスクイックリンです。で、まあ、冒頭にも話したんですけどフルチャージすると300ダメージで、しかも弾が貫通します。でチャージしないと50ダメージとなっております。覚えておいてください。で、ね、空中でもねチャージしやすいので、まあ、ジャンプして移動しながらチャージして、着地した時にはもう撃てる状態になってるみたいな、結構ねチャージ時間が短くて機動力高いチャージャーなので、まあ、どんどんね機動力生かして動きながら、相手処理していきましょう。まあ、柱ね最初倒しながら、こうやって大物鮭寄ってくるの待ってます。いいですね。モグラも寄せれましたね。ドンブラコなんですけど寄せれないと結構失敗しやすいんですよね。あとなんか俗に言う右下マンみたいな、右下の方にね大物鮭がどんどん寄ってしまうと、この船のね右側ですね、右側の下の方に大物鮭が寄ってしまうと、倒した後にね金いくらなかなか納品するの大変で結構苦しいので、はい、あんまりね右下には、いすぎないようにしましょう。でこれコウモリ返したいですね。コウモリ放置したり、僕が思うにここのドンブラコはコウモリと爆弾が怖いですね。コウモリがなかなかね打ち返せなかったりするんですよ。この船の柵が邪魔だったり、あと柱が刺さると柱のねこの棒の柱、柱の柱っていうんですか、ちょっと分かりにくいんですけど、柱のね棒が邪魔で打ち返せなかったり、あとね爆弾なかなかね倒せずにいると結構爆弾より奥の大物鮭、爆弾より奥にたくさん大物鮭が溜まってしまって、ね、一気にね攻撃されて倒されてしまうみたいななってしまうので、コウモリと爆弾の処理ね結構大事だと思っているので皆さんも注意してください。スクイックリンね爆弾処理しやすいので爆弾しっかりと一発で倒せるのでフルチャージ狙って倒してください。
で、次の僕の武器がバケットスロッシャーですね。バケットスロッシャーなんですが、攻撃力ね、100なので、ザコシャケね、一発で倒せます。で、干潮ですね。で、ザコシャケ一発で倒せるし、しかも、インクを上から被せるように攻撃をすることで、たくさんのね、シャケに100ダメージ与えられるので、一気に、こんな感じで、一気に複数のシャケを倒すことができます。めちゃくちゃいいです。で、タワー見えたんですが、バケツね、めちゃくちゃタワー苦手なので、はい、ちょっとね、タワー他の人に任せたいって思ってたんですが、スクイックリンの人もね、結構苦しいので、僕もね、ちょっと加勢しに行きます。タワーね、今回の編成めちゃくちゃ危険なんですよね。やっぱ若葉しか倒しやすい武器がいないんですよね。バケットスロッシャーも、あんまりね、機動力がなかったり、あと倒すのにね、タワー倒すのに7回振らなきゃいけないって考えると、バシャ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 、これぐらいね、時間が必要になってきます。しかも、インクの消費が大きいので、海側でね、インクがなくなると。しかも、ザコシャケなんか出た日には、もうすぐ囲まれ、倒されてしまうと。なので、めちゃくちゃ注意しなきゃいけません、タワー。で、今ね、ちょっとタワーね、湧きすぎたので、もうジェットパックで吹っ飛ばしました。ちょっとね、怖かったので。まあ、失敗するよりかだったら、ジェットパック吐いてでも、倒そうかなと。で、この飴玉落としたかったですね。今の飴玉ね、バケツの曲者をうまく使えば、上からインクを被せて、攻撃打ち返せれば、倒せたんですが、まあ、やっと倒せました。ただ、デスしました。ね、打ち返して、まあ、状況にもよりますけど、まあ、今みたいな、打ち返してデスするぐらいなら、まあ、基本ね、ただ打ち落として生き残った方がいいです。無理して打ち返さなくていいです。はい。僕ね、ちょっとコウモリね、放置したくない、早く倒したい、みたいな、コウモリアレルギーの症状が出始めてるので、ちょっとね、過剰にコウモリのこと倒しに行き過ぎですね。皆さんはこういうことないように、生存第一で立ち回ってください。で、次の僕の武器が若葉シューターですね。若葉シューターは、28ダメージと低いですが、連射力が高く、まあ、塗りもあり、機動力もある武器なので、結構ね、今回は、めちゃくちゃね、忙しい武器となっております。タワーね、倒しやすい武器、若葉しかいないので。で、あと、バケットスロッシャーが柱ね、倒しにくいときは、そういう時は若葉がね、柱に登って倒してあげると。味方がね、動きやすいのでやってみてください。いいですね。鉄板寄せれると。鉄板とかね、モグラとかね、あとダイバーも寄せれたら寄せたいんですけど、なかなかね、意思疎通が難しいので。で、柱来ましたね。柱倒して、いいですね、いいですね。で、イクラ投げでしっかりと納品も進めていくと。で、納品進めながらね、周り見て、で、今爆弾来てたので、寄せれたら寄せたいな。あそこでね、もう爆弾構えてるので、倒すと。爆弾をね、長々放置してると、爆弾倒せない、倒せないな、ってなってる間に爆弾の後ろにね、たくさん大物鮭が出てきて、で、その奥にいる凶悪な大物鮭。まあ、鉄球だったり、肩パッドだったり、あとね、タワーとかね、倒しに行けなくなっちゃったりするので、なので爆弾ね、僕的にはもう、見かけたら、もう寄せたいっていうのはわかるんですけど、爆弾がもう立ち止まって攻撃を始めてしまったらもう倒してしまった方が良いと思っています。はい。もうね、寄せようと思っても、まあ、誰かがね、間違って近づいちゃったりなんだりで、ずっとね、爆弾構えられて、で、倒せず。で、そうもたもたしちゃってる間に、後ろにね、凶悪な大物鮭。まあ、例えば、肩パッドだったり、タワーだったり、鉄球がいるけど、でも爆弾が邪魔で倒しに行けないみたいになって、全滅してしまうっていうことが本当に多いステージだと思っているので、爆弾ね、サクッと倒しましょう。で、あと、コウモリも倒せるときはサクッと倒してしまいましょう。お願いします。はい。みんなでね、協力して、クリアしていきましょう。で、次の僕の武器が、バリアブルローラーですね。バリアブルローラーなんですが、まあ、ダメージね、引いたときのダメージが125。そして、横振りの、ダメージ最大200。縦振りが300となっております。まあ、基本的に、雑魚処理ね、強いんですが、雑魚処理は、この横振りですね。横振りで、上からね、被せるように攻撃できると、素早くね、雑魚シャケたちを倒すことができます。あと、鉄球なんですけど、鉄球はね、ローラーで、進んでくる方向に対して、来るなーっていう感じで、引くことで、たくさんね、ででって引いて、たくさんダメージ素早く与えられるので、ぜひやってみてください。進行方向に対してローラーをね、地面につけて待っていると、たくさん、一瞬でたくさんダメージ与えられます。まあ、1200、鉄球の HP1200 と高いんですが、ローラーね、このやり方で本当に一瞬で素早く倒せるので、覚えておいて損はないです。で、上からバシャバシャ被せて、ザコシャキは引いて一発と。
まあ、ただね、引くときドスコイはね、ノックバック発生してしまうので、そこだけ注意しましょう。で、タワーね、ここで放置すると、鉄板で時間かかって、タワーね、倒しに来れなくなってしまうので、それを、そうだるだろうなと思って、タワーだけね、倒して、で、鉄球は、引っ張ってきてと。いいですね、うまいこといきましたね。ちょっと危なかったんですけど。イカロールでちょっとね、無理やり帰ってきました。あんまりね、危険なことをしない方がいいので。まあ、最悪ね、サメライド、一回使って、帰りもね、サメライド使って帰ってきてもよかったですね。まあまあまあ、サメライドね、そんな、使う場面なかなかないので。ないのでって言いながらね、結構ね、生放送で、サメライドに助けられているので、ね、結構感謝はしてます。ヘビのね、体もね、無理くりね、通り抜けることができたりするので、意外とね、活躍します。あと、インク回復もできますし。はい。サメライド弱いって言わないでください。これで4つの武器解説しましたね。今回の立ち回り解説は以上です。いかがだったでしょうか？武器編成ごとの立ち回りの考え方を理解することで確実にクリア率上げられます。ぜひ意識して実践してみてください。他にも今回の武器編成の立ち回りのコツなどがあればコメント欄で教えてください。みんなで話し合ってみんなで上達しましょう。少しでもためになったと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。あと、ビッグランの、生配信ありがとうございました。カンストチャレンジしたんですが、生配信中に、応援の力もあってね、なんとかカンストすることができました。本当に嬉しかったです。配信としてもね、カンストできたことに対しても、すごくね、嬉しかったです。以前カンストチャレンジしたんですが、カンストする瞬間、配信したんですが、事前に僕がパワーを上げすぎて、985の状態で配信を始めてしまって、一回目で、うまくクリアして、カンストしてしまったので、配信早々カンストしてしまって、あまりね、見に来た時にはもうすでにカンストしてしまってるみたいな感じで、あんまり感動を与えられなかったんですけど、今回はね、いい感じに、配信としてもいい感じにいけたし、しかも、正直ね、カンストできるか心配だったんですけど、なんとかカンストできたと。はい。めちゃくちゃね、良かったです。個人的にも。あとね、ビッグラン普通に楽しかったし、ステージとしてもね、スメーシーワールドの、ビッグランね、すごく面白くて、ね、常時ね、置いといてほしいですね。このドンブラコと一緒にスメーシーどうか、追加してくれないでしょうか。よろしくお願いします。ご検討の方。で、ビッグラン終わった後も、スメーシーワールドでちょっと遊びたいなと思って、バイトシナリオで、ちょっと遊ぼうかなと思ったんですけど、ビッグランね、バイトシナリオ保存できないようです。はい、残念ながら。まあまあ、また次回のね、ビッグラン楽しみにしましょう。はい、で、横綱も倒せましたね。味方の方ありがとうございます。まあ、どうのるこね、10枚だったんですが、まあまあまあ、倒せたことに感謝。ビッグランね、楽しかったことに感謝。任天堂に感謝。応援してくださって、完走できたおかげに感謝。なんか日本語おかしいですけど、まあ、全てに感謝ですね。ありがとうございます。また今後もサーモナーの動画アップしていきます。少しでもためになったと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。コメント欄で感想などもらえたら嬉しいです。自分が作った動画に対してコメントもらえると嬉しいのでぜひお願いします。あとね、最近生放送しているのでもしよかったら遊びに来てください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。